こんにちは、こんにちは、マシマ、です。今回は、当チャンネルではそう多くは登場しない、Apple 製品。Apple のデスクトップコンピューター、iMac。そのジャンク品をハードオフで購入してきたので、今回はこちらをご紹介していきます。つい先日、M1 チップを搭載した、新型 iMac が発表されました。正直、大変魅力的ではありますが、今回はそれとは関係なく、10年くらい前の、なおかつジャンクの iMac を見ていきましょう。ジャンクな iMac を買ってみたよ。さてと、購入したものの正体と、購入価格についてご紹介します。こちら、ハードオフのジャンク品となりまして、売り場にて確認した値札がこちらになります。はい。商品名は iMac。型番は、A1418、とのことです。型番でググってみると、こちら、2012年の、iMac21.5 インチモデルのようです。それで、状態ですが、記載としては、現状品、HDD、LCD ありません。詳細不明。と書かれておりまして、内部パーツが剥き出し状態ということもあり、見た目的にも明らかなジャンク品となっています。それで購入価格ですが、思いっきり見えてるのだけど、こちら税込み3300円でした。正直、これが高いのか安いのかはわからないのですが、一応、通電確認はできて、見た感じも特に問題なさそうだったので買ってしまいました。さてと、それでは状態の確認をしていきましょう。あ、言いそびれましたが、付属品は電源ケーブルのみでした。状態を見ていくよ。ではでは、もう少しじっくりと状態を確認していきます。なんとかパソコンとして動いてくれそうなのか?チェックしていきましょう。まずは Mac の正面です。見てわかる通り、LCD、液晶ディスプレイがありません。また、液晶、というか、液晶の表面のガラス部分もありませんね。そのため、表面を保護するものが全くなく、スカスカ。パーツが剥き出しの状態となっています。それから、こちらも記載の通りで、HDD、ストレージがありません。一応ストレージまでのケーブル類は残っているようですが、ドライブを固定するマウントは破壊されているようです。これは少し痛いですね。あとはパッと見てわかるような問題箇所は見受けられず、基板剥き出しで晒されていた割には、綺麗な状態を保っているようにも思えます。それから、少々見づらいのだけど、マザーボード、ロジックボードの隙間を覗き込むと、メモリのようなものが刺さっていることが伺えます。なのでまあ、若干の希望的観測ではありますが、多分、メモリや CPU は残っており、ここから先は一度も分解されていないのではないかと予想します。おそらく、HDD 固定具を破壊していることから、分解工具、ドライバーを持っておらず、分解を途中で放棄して、売り払ったのではと思いました。背面部分については、全体的にひどく汚れていました。ですが、無理やりリンゴマークを取り外すなど、表がダメなら裏から、みたいな悪あがきはなくてよかったです。とまあ、以上、購入したものの正体と価格、状態についてでした。実際のところは試してみないとわかりませんが、ここから先、分解されたことがない状態だと仮定すれば、OS、ストレージを追加して、外部モニターに接続すれば、なんとか動いてくれそうな予感がします。てか、動いてくれたら色々と楽しそうですね。と言いますことで次は、実際に動くのか、動作確認を行っていきます。動作を確認していくよ。さて、それではいよいよ、実際の動作を確認してみましょう。まずはとりあえず、ハードオフの店頭でも確認しましたが、通電確認と、電源を入れた時の挙動を確認してみます。電源コードをコンセントに接続。電源を入れる準備をしました。それで、画面など表示が何もない状態で、どのように確認をするかですが、一応、こちらの Mac のロジックボードには、状態確認用の LED ランプがあります。これには色々意味があり、簡易的な状態を知ることが可能です。なので初めに、知らない方のため、LED の意味について、軽くご紹介しておきます。LED は4つあり、それぞれの説明を行います。一番下の LED から順にご紹介します。一番下は、電源ユニットが接続されていることを示す LED です。電源ユニットからの電気により、PC がコンセントに接続されたことを検出します。
下から2番目、こちらは Mac の電源を入れた際に点灯した場合、メインのロジックボードが正常に稼働したことを示します。要するにちゃんと電源が入ったかどうかわかる、いわゆる電源ランプです。3つ目は、ビデオカードと正常に通信しているかを示します。そして最後、一番上の LED は、LCD パネルと通信しているかを示します。いずれも LED が点灯すれば正常、点灯しなければ正常ではないという判断ができます。説明は以上になります。今回の場合は、見てわかる通り、LCD パネルはありませんので、一番上の LED は点灯しないはずですね。そして、下の3つに関しては、点灯してくれると嬉しいのですがどうでしょうか。とまあ、説明ばかり続きましたが次、以上を踏まえ、通電させて、LED の点灯を見てみましょう。ワクワク、ドキドキ？さてと、まずは、電源タップをオンにして、一番下の LED を確認します。はい。LED が緑色に点灯しました。ちゃんと一番下だけ点灯していますね。続いて、電源を入れてみます。電源スイッチは映像でいうところ、左側の裏にあります。じゃーん、という Mac おなじみの音が鳴って、無事 LED は3つ点灯してくれました。まあ、当然ではありますが予想通り、一番上の LED は点灯してくれませんでした。ですが下の3つが点灯したということは、今のところ正常だということがわかりました。最低限の確認が終わったので、電源ボタンを長押しして、シャットダウンします。次は周辺機器と接続して、本格的に動作確認をしていきます。それでは、キーボード、マウス、外部モニターなど、周辺機器を接続していきます。キーボードとマウスは、Apple 純正品を接続してみました。映像出力は、HDMI などはなく、ミニディスプレイポート、サンダーボルト、となっております。なので今回は、ミニディスプレイポートを VGA に変換するアダプター、を使用し、PC モニターに接続してみます。ストレージ、OS については、まだ動作確認段階なのでとりあえず、手元にあるこちら、以前動画にもした、Chrome OS の入った、USB メモリで試してみます。Mac でも使用できるはずなので、こちらが起動できれば、パソコンとしての機能を有しているということになるでしょう。準備完了。それでは電源を投入してみます。ポチッとな。少々お待ちくださいね。何やら白い画面が出てきました。画面が出たということは良いけれど、進みそうな動きはなし。Mac のことはよく知らないのですが、勝手にブート可能なディスクを探したりはしないのでしょうか。少し調べてみます。Apple の公式サイトを見てみるとヒントがありました。Mac を起動する際、キーボードにあるオプションキーを押しながら起動すると、ブートドライブの選択をすることができるようです。ということで早速、試してみます。おお、起動可能なドライブとして認識したようです。それでは、こちらをポチッと選択して、USB に入っている、Chrome OS の、クラウドレディを起動してみます。はい。ロゴも表示され、USB から OS の起動ができました。一応これで、CPU やメモリ、GPU など、基本的な機能は生きていることが確認できました。よしよし。いい感じです。個人的にはこの時点で、少なくとも3000円以上の価値は実感できました。MacOS を入れてみるよ。動作チェックで、最低限の Mac としての動作を確認できたので、ここにたどり着くまでに少々長くかかりましたが、次はいよいよ、MacOS をインストールしていきたいと思います。OS を入れる準備のため、まずはストレージを取り付けていきます。今回使用するのは、前回の動画でご紹介した、Amazon で一番安かった SSD、です。容量は 32GB。MacOS のインストールに必要な容量は、
バージョンによって違うのでしょうが、見た感じ、15GB から 20GB 程度の空き容量があれば大丈夫そうなので、今回はこの小容量の SSD を活用します。OS のインストール方法ですが、今回は、インターネットリカバリーを試してみようと思います。やり方はとても簡単。キーボードのコマンドと R キーを押しながら起動。リカバリー開始画面に入ることができます。ふむふむ。インターネットリカバリーを始める。とのこと。しばらく待機します。そしたらネットに接続して。という画面になったので、今回は無線で繋いでみます。地球がぐるぐる。待機です。地球がリンゴマークになって。ユーティリティツールが起動するので、これを操作していきます。まずはディスクユーティリティを使用して、SSD を Mac に対応するフォーマットにします。先ほど接続したと思われるドライブを MacOS 拡張、ジャーナリングにします。そしたら、ディスクユーティリティを終了し、先ほどの画面に戻ります。OSX を再インストールを選択します。先に進んでいくと、多分、OS のダウンロードと、インストールが行われるので、ひたすら待機です。辛抱強く待って、この画面になったら、インストールは完了。あとはポチポチと、スマホのセットアップのように、初期設定を済ませば完了となります。Mac らしいデスクトップ画面が現れました。これで MacOS のインストールは完了ですね。お疲れ様でした。ちょっと触ってみるよ。これでやっと、Mac として使えるようになったので、詳細不明と記載されており、よくわからなかった、スペックなどを見ていきたいと思います。まず、はじめに、この Mac について、を見てみました。なるほど。モデルとしては、最初に話した通りの、2012年モデルであっているようです。CPU は Intel Core i5、2.7GHz とのこと。メモリは DDR3、8GB。グラボは、GeForce GT640M、となっていました。見た感じ、構成は当時の一番下、ベーシックモデルのようです。最下位モデルですが、CPU はクアッドコアですし、メモリも 8GB あります。それにエントリークラスですが、GeForce も積んでいるので、なかなかバランスがいい感じです。普通に今でも使えると思いました。あとは、特に言うこともないかと思いますので、これでご紹介は以上です。てか、普通に動いてくれてラッキーでした。まとめです。いかがでしたか？今回は、ジャンク3300円で、iMac 21.5 インチモデル、レート2012を買ってみた、というお話でした。もしも正常に動作しなければ、CPU を取り外して Windows パソコンで使用してみたり、中身をくり抜いて、ケースだけ自作パソコンで使用したり、いろいろな使用方法を考えていましたが、普通に動いてしまったので少し拍子抜けでした。こうなると、逆にどうやって運用しようか悩みます。画面がないので、中身を取り出して、Mac mini のようなパソコンを作るというのも面白いかもしれません。やる気が出たら改造して、できれば動画にもしていきたいと思います。とまあ、こんな感じで今回の動画はおしまい。よろしければぜひ、チャンネル登録、評価をお願いします。それでは、最後までのご視聴、ありがとうございました。